女性弁護士101人大集合、女性弁護士による安保法制に反対する集会と街頭宣伝を始めます。女性らはこの安保法制が子どもや孫たちにどんな影響を与えるか大変不安に感じています。この不安の声に女性弁護士として答えたい、それがこの企画の発端です。さらに私どもは現在の憲法のもと法律家となり、戦争最大の人権侵害であると感じています。私2年前アウシュビッツに行きまして、どうしてこんなに虐殺が起こってしまったんだろうということの最初のところをいろいろ考えました。その時に、ドイツではあんな素晴らしい憲法があったのにこういうことがなったのは、全権委任法という法律を作って憲法を超えるようなことをする法律、それもそれを OK してしまったんですね。憲法を超えても全部政府に権限を委任してしまおうという法律がそもそもあれのきっかけだったということです。法律が憲法を超えてしまうということがどんなに恐ろしいことかということをその時にしみじみと思いました。それと同じようなことが今起こっているんではないかというふうに思っています。政府が法律が憲法を超えるようなことがあっては絶対いけないというふうに思っています。私の祖父母は戦争を経験しておりますし、ただその祖父母が母を産み私を産み、それなりに長い時間このかけて日本のその平和っていうものがこう培われてきたんだと思うんですけれども、それがあっさりこんな数年間ちょっとお腹痛くて総理辞めたけど戻ってきちゃったみたいな人が出てきた瞬間になんかこうこんな風にあっさりねひっくり返されてしまうなんてことは許されないんだなっていう風に思います。私は一人娘しかおりませんけれども、一人娘のことが大変心配です。このまま私が何もしないで子供にこういう状況の日本を渡したら、子供はきっと言うと思います。私も昔言いました。一体戦争の前に大人たちは何してたの、どうして太平洋戦争なんかやっちゃったんだろう、誰も反対しなかったの、子供の時そう思っておりました。そういうことを子供や孫に言われたくないと思います。日本が集団的自衛権の行使によってアメリカなど一番世界で最も強い国と一緒になって無実の人を殺す殺戮の当事者になるということは絶対にあってはならないというふうに思います。第二次世界大戦で同じ経験を日本はしたわけですから、その反省のもとに今の平和がある、それを今失っては絶対にならないというふうに思います。まあ、立憲主義を知らない国会議員があれだけたくさんいるっていうのもちょっと驚きだったんですけれどもこの機会にですね、主権は国民にあるんだということをまあ、そこにいる人たちに知らせた方がいいと思いますので、そのために弁護士会として知力を結集してやっていけたらと思っています。よろしくお願いします。